第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。え、ハガードで何か起こったの？これ以上は何も思い出せないよ。昨日ここでテストした時には何の異常もなかったんだ。個人のデータベースの利用履歴は調べましたか？何者かが侵入しデータを改ざんした可能性は？いや、もう何度も調べた。これは絶対俺の問題じゃない。これどういう状況？リックさんが新しいアバター技術のテストをしているときにエラーが発生したのです。それでこんな姿に。原因は分かったんですか？現在調査中です。この件はすでにドクターヘンリーにご報告済みです。すぐに結果が出るでしょう。厄介な問題でないことを願うよ。見た目がこれじゃみんなびっくりするだろう。まったく。あなたもあの茶番劇は見たでしょう。原因は究明済みです。コードネームプロトタイプ T04 のアバターユニットがミュータントのデータにすり替えられたのです。それゆえリックが T04 のユニットを呼び出した際に誤ってミュータントのアバターデータが呼び出されてしまったのです。アバターデータベースの利用履歴を調べ、データ修正の権限を持つ管理者アカウントを絞り込み、犯行推定時刻と照らし合わせてみました。プロトタイプ T04 のデータユニットはほとんど利用されていません。直近の利用履歴は2ヶ月前。そのため犯人はほぼ特定できました。容疑者の名はセミール、ハガードのエクセキューターです。職歴は短いものの能力は突出しています。本来であれば前途洋々な若者と言うべきでしょう。ただ残念ながら能力と同じく際立っているのが性格の悪さです。最悪ってどれくらい？相当な変人という噂です。しょっちゅう揉め事を起こし、自分にしか笑えないいたずらに熱中しているとか。そのため彼女と付き合いのあるものはごくわずかです。1ヶ月前、彼女は行き先を明らかにしないまま消息を絶ちました。今日お越し願ったのはあなたにその問題を解決していただきたいからです。どこから調べるべきかな？手元の記録では彼女はよく地上の隠れ家に滞在していたようです。まずはそこを調べてみてはいかがでしょう。後ほど隠れ家のデータをお送りします。プロトタイプ T04 のデータを返してもらうだけでいいのです。データベースに虚偽のデータをアップロードした責任は追及しません。この騒動が早く収まればいいのですが。
セミールのお家へようこそ。残念ながら今日は仕事が忙しくてお客様をお迎えできないの。私に用のある方は事前に予約してね。では天気予報は1、任務の依頼欄に司会試験等は3、食事のお誘いは4を押してください。ではごちそうならいつでも大歓迎。名前と住所を知らせてね。私の方から伺うわ。宅配便ならドアの前に置いて。宅配便？あれ？ベンジスの宅配業者じゃないの？私はハガードの。もう忘れかけてた。へえ、あいつら結局あなたをよこすことにしたんだ。ドクター・ホアキンがプロトタイプ T-04 のデータを返してほしいって。こんな時は普通うやうやしくデータを差し出すべきなんでしょうね。でも私が嫌だと言ったら？博士が言ってたわ。データさえ返してくれたら他のことは。向こうが良くてもこっちがダメなの。じゃ、そういうことで。バイバーイ。あなたも彼女に会いに来たの？あなたは？私はシューマー、エクセキューターよ。私はドクター・ホアキンに頼まれてセミールがすり替えたアバターデータを取り戻しに来たの。知ってる。さっき門前払いされるところを見たわ。もしよければ私にやらせてもらえる？私の史上最高の謎々を解けるなんてすごい。あなたお名前は？どうやって解いたの？他にも押す順番に工夫があったりするの？いえ、そういうものは別に。名前は？シューマーよ。どうかした？あなたの名前を大声で言って。私はファファ。ファファ。中に入ってみましょう。誰もいない。はあ、やっぱりそんなにうまくいくはずないわよね。私たちからかわれたの？でも無駄足でもないはず。ここは彼女がよく立ち寄る場所よ。手がかりを残してないか調べてみましょう。 T-04 のデータが見つかったら
あなたは報告に戻るといいわ。くれぐれも気をつけて調査してね。あの子はタチの悪いいたずらが好きだから。子ネズミちゃんはネズミ捕りのチーズに飛びつくってね。あら、もう手遅れだった。満足してもらえたかしら。爆弾タイマーを解除すればここを出られるわ。でも失敗したら仲良くあの世行きね。チクタクチクタク、時間が経つのは遅いわね。ザン、なんて素敵な顔なの。この目で見られなくて残念だわ。今回はただの毛。もうこんな幸運はないと思いなさい。シューマ、大丈夫？ええ、大丈夫。あの子ったら。リボンの中からこのメモを見つけたの。ベンジスのホテルの住所が書いてあるわ。ベンジスのホテル、これをセミールが置いていったの？メモには住所がはっきり書いてある。多分そこで会おうという意味でしょう。もしくは私にも彼女の考えてることはわからない。彼女は変人だって聞いたわ。クレイジーという言い方が正しいかもしれない。ひどく扱いづらい人であることは確かよ。せっかく脱出できたんだから早くここを出ましょう。この部屋にはまだ他にも罠がありそうよ。私はベンジスであなたを待ってる。早く戻ってきてね。ファファは私ですが。ならこれは君宛てのものだ。うちは開業して1年ちょっとになるが、この辺で他にファファという名前の子はいない。シューマ、どうしたの？あ、来てくれたんだ。今ちょうどオーナーにセミールの話を聞いてたところよ。いや、だから何度も言ってるだろう。セミールなんてお客さんはいないって。なんかの間違いじゃないのか？じゃあその荷物は一体どういうこと？オーナーはセミールとは面識がないって。彼女は身分を偽ってるのかもしれない。だからオーナーに最近怪しい人物を見なかったか聞いてみたの。それなら俺に聞いて大正解だ。怪しいといえばこの荷物を預けに来たやつが一番怪しい。もしかしてスラッとした金髪の女の子じゃなかった？スラッとした金髪の女の子？いやいや、そんな美少女じゃなくて、背が2メートル近くあって横幅もでかいやつだった。でもそいつ、頭のてっぺんからつま先まですっぽり覆い隠すような格好をしてたな。喋り方もよそ者っぽかった。
どう見てもまともとは思えなかったよ。あの、この荷物は確かにその怪しい人が私に残したものなの？そうさ、そこにファファ様って書いてあるだろう。間違いなく君宛てだ。それが本当にセミールの残したものなら、中身は爆弾かもね。いえ、セミールはここにいる人たちを傷つけたりしないわ。荷物を開けてみましょう。シューマン、この手紙にあるタオとファファって、あなたとセミールは知り合いなの？ごめんなさい、隠すつもりはなかったの。あの子と私は子供の頃から一緒に育った親友同士。タオとファファ、ふざけた名前でしょ。ルーシーばあちゃんがつけてくれた名前なの。私たちはおばあちゃんに引き取られた孤児。ここは私たちの育った場所、私たちの家なの。タオは私より2歳年上。子供の頃からやんちゃで、私はいつもいじめられてた。今考えるとすごく悪いお姉さんよね。でもあの頃、彼女は私の一番の憧れだった。金魚の糞みたいにくっついて歩いて、一緒にふざけては問題を起こして怒られてた。タオはよく言ってた。大きくなったら冒険家になるって。私も彼女の助手になって世界中を旅しようと思ってた。幼稚な夢よね。あんなことがなければ、その幼稚な夢を叶えられてたのかな。あんなことって？タオが奇病にかかったの。連日で一番のお医者さんでも手の施しようがなかった。それでカレイドさんがハガードに治療を依頼してくれたの。彼らがタオを連れ去ったあの日以来、私たちは一度も会ってない。それきり一度も会ってないの？タオがいなくなってしばらくは時々手紙が届いた。私は彼女がすぐに自分やおばあちゃんのところに帰ってくると無邪気に信じてた。でもその後、手紙すら来なくなった。私は彼女を探したい一心でハガードのエクセキューターになった。でも彼女は多分まあいいわ、人探しは一旦諦めておばあちゃんのところに付き合ってくれない？もう長い間帰ってないの。おばあさんは一人でここに？ええ、私は忙しくてあまり帰れてないけど、今も一人で暮らしているわ。幸いなことに今は元気だし、みんなもいろいろ面倒を見てくれるから安心だわ。ただ、さすがに年だから記憶も曖昧みたい。何かおかしなことを言い出しても気にしないでね。おばあちゃん、ただいま。あらまあ、タオじゃないの。早くおばあちゃんに顔を見せてちょうだい。おばあちゃん、私だよ。ファファだよ。ファファ？たく、あんたたちはいつもそうやっておばあちゃんをからかうんだから。あんたはどう見てもタオでしょうに。あんたたち二人は私が育てたんだよ。いくらボケたからって間違えるわけないでしょう。タオが帰ってくるのはいつ以来だろうね。ファファはずっとあんたのことを待ってたんだよ。毎日あんたを探しに行くって、それはもううるさくてね。
おばあちゃんたら、そうやってわけのわからないことばっかり。もう、おばあちゃんになんてこと言うの。あら、そこにいるのはあんたのお友達かい？よかったね。いたずらっ子のあんたには友達ができないんじゃないかっておばあちゃん心配してたんだよ。おばあちゃん、はじめまして。シューマーと一緒にセミールを探しているものです。パパを探しに来たのかい？あれ、まあ年を取るのは嫌だね。この間あの子が来て顔宛ての手紙を置いてったよ。あれ、早く読んでごらん。あの子帰ってきたの？でも、あ、ここに住所がセミールの文字で、そこで待ってるって書いてある。あんたたち、このあと大事な用があるんだろう。まったく、あんたの大好物を用意して喜ばせてやろうと思ったのに。おばあちゃん、ごめんなさい。私、タオはまた今度会いに来るね。いいんだよ、若い人はいろいろ忙しいもんさ。気を使わずに行っておいで。だけど安全には気をつけるんだよ。帰りを待ってるからね。ついてきて。シューマ、言いたいことがあるみたいね。タオのメモにあった住所だけど、ハガードの書類で前にちらっと見たことがあるの。確か新規プロジェクトを進めてる極秘研究所だったはず。プロジェクトってどんな？アバター技術の応用だったかな。私もちょっと見ただけだから詳しいことはわからない。私のアカウントではその手の資料は見られないの。もしかしてタオはそのプロジェクトに関係してるのかも。いくら探しても彼女の情報は謎のベールに包まれてるみたいに一切表に出てこなかったもの。ほんと言うと今のタオは他人みたいに思える。多分タオは私を避けてるんだと思う。別れて何年も経つんだもの。彼女はもう私の知ってるタオじゃないのかも。つい余計なこと考えちゃった。じゃあ研究所の入り口で会いましょう。今度こそ答えが見つかるといいな。